24時間ダラダラ配信、私フシダラチャンネルやっているフシダラと申します。さあ、絶賛カタールワールドカップ開催されております。カタールワールドカップ開催記念で再編集したキャプテン翼黄金世代の挑戦、続きの方やっていきましょう。一応ね、前回が、対戦をなんとか突破したということになっておりまして、こちらはね、まだアジア大会なのかな、アジア最終予選なので、もう早めにやって、ワールドカップ本戦、ワールドユース編なんですがね、ユースですが頑張っていきたいと思います。いきましょう、ポン。じゃあ今週は何をしようかな。もうね、忘れてますね、正直。まあサクセスみたいな感じなので、まあ行動、体力モチベ一応まだあると読んで練習しましょうか。で、結構ね、均等に育てなきゃいけないんで、そう、シュート練でもしとこう。じゃあシュート練習をするぞ。均等に育てないとゲームオーバーが待ち受けてるんで、今回の練習はここまでだ。抜群の成果だぞ。この調子でいけばチームトップも夢じゃない。お、俺は余談だが、人生称賛のない博打だけはするなよ。はい。なんだよ、やべ、めっちゃ体力下がった。ダラさん、ちょっといいですか。沢田さん、今のダラさんのスキル、守備力と基礎技能なら僕の必殺技東方コンビができると思うんです。練習してみませんか。いや、受けるよ。これね、前多分すっぽかしちゃったんだよね。いいんですか。じゃあ今週の日曜日ね、一緒に練習しましょう。沢田さんにあの必殺技東方コンビを教えてもらえるなんて願ってもいないことだ。そう、かろうじて一次予選を突破してホッとしているのかもしれんが、ホッとするのはまだ早いぞ。リアルジャパン7の中の一人、日野がこんなことを言っていた。お前たちがタイに勝ってアジア第一予選を突破したことは褒めてやる。でもまだ、また次回からアジア二次予選に向けて、俺たちリアルジャパン7がお前らを鍛え直してやるとな。まあ、言いたい放題言われて悔しかったら、次からも歯を食いしばってついていくんだな。リアルジャパン7かよ。特に日野は同じ日本人なのにウルグアイ育ちだからなのか。俺たち日本に敵対心があるかのようなタイプだぜ。何が鍛え直してやるだ、偉そうに。確かにリアルジャパン7のみんなはそれぞれ個性の強い選手ばかり。中でも特に日野さんはエースストライカーとしての自負が相当強そうだ。そう、今ここにいないヒューガさんと同じくらい。自分もそれくらい自分のプレーに自信を持てるようにならなくては。オッケー、モチベ上がって判断力。オッケー、一応これはちょっとたけしと、どれなんだろうな。移動する、休む、監督と話す、自習練、移動するかな。少しのんびりしようかな。あれ、でも何か忘れているような気がするけど、のせいか。ああ、思い出した。今日は沢田さんに東方コンビを教えてもらう約束があったんだ。約束の時間ははるかに、あれ、どうすればいいの。沢田さんに悪いこと謝っておかなくちゃ。え、どうすればいいのこの。さあ、週末。何言ってるんだ。8月にアジア二次予選が始まるんだぞ。今目いってどうする。沖縄に行ったヒューガの様子を見に行った沢田からの話によると、ヒューガ、あいつは新必殺シュートを生み出すために苦悩しているよ。そうだ、ヒューガさん、ここを退去して今は沖縄か。ここよりもずっと気温の高い土地で頑張っているんだな。自分も梅雨の季節になったくらいでモチベーションを下げている場合じゃないや。オッケー、モチベは上がる。いや、それにしてもあのリアルジャパン7とかいう7人の選手は本当にすごい人たちばかりだな。鴨のおっさん、この前の一次予選でも彼らを出場させればもっと楽に勝てたと思うんだけど。チェ、青い、お前何をのんきなこと言ってるんだ。練習では鴨の命令なのか、俺たちをの目の敵のようにしごいてくるんだぜ。それにあいつらがレギュラーになれば俺たちはここ。ふっ、じゃあ一生懸命実力をつけることだ、伊崎。松山、お前だって悔しいじゃねえか。
そりゃあいつらは確かにすごいのは認めるけど、だからその悔しさボールにぶつけて奴らを見返せるようになるように今与えるんだ。それができなきゃ追い出されても文句は言えない。そうだね、能力負けしてるんだったらそりゃしょうがないね。確かに松山さんの言う通りだ。しかし松山さんは何か悟っているかのようだったな。何か重大なことでもしてるんだろうか。まあいいや、とにかくやれるだけやりにくぞ。一緒に練習してくれるよ。おう、だら石崎さん、今のお前の守備力と基礎能力なら、お、俺の必殺技顔面ブロックができそうだぜ。練習してみないか。よっしゃ、よく言った。じゃあ今週の日曜早速練習だ。これどうすればいいんだろうな。練習行けばいいのかな。日曜を行動研究移動休むか、違うもんね。休むじゃない、移動も違った、研究も多分違うから練習だね。あ、これだ、特別訓練。今日は石崎さんが顔面ブロックを教えてくれるんだ石崎さん早く来ないかな。お、来てるな。早速練習開始だ。はい、あ、そこだ、いけー。よし、パシさささ、さどう、こう上がるないや、わざ顔面である必要はないだろう。石崎よ、どうでしょう、自分は石崎さんの技をマスターできそうですか。うん、もうちょっとなんだよな。分かったぞ、守備力と基礎能力が少し足りないんだ。もうちょっと練習すればできるようになれる。なるほど、この先能力が十分になったらその時は教えてやる。お、やった、守備と基礎ね。そんな、みんな集まれ。改めてみんなに正式に告知することがある。一体なんだろう。前回退去を命じた7人、優雅、美咲、新田、小田、伊藤、橘正夫、お前らはリアルジャパンセブンと比べても遜色のない実力をつけて戻ってきたことを認めてやる。そして今日この時をもってリアルジャパンセブンの任務も終了だ。え、監督、じゃあリアルジャパンセブンの本当の正体をみんなに。ああ、なんだって、本当の正体。リアルジャパンセブンはもともとお前ら日本代表のコーチ役バックアップメンバーとして結成されたんだ。だから初めから日本代表に入る予定もその資格も持っていない。ただチームの危機感を煽るためにこのことは伏せておいたんだ。なんだ松山、お前はそのことを初めから知っていたのかよ。いや、初めからというわけではなかったんだが、というわけだ。7人は ほとんどがお前らよりも年上だし、実戦経験も桁違いなんだ。道理でな、アナから俺たちとレベルが違うわけだ。年上ってことか。だが日野は俺が本格的に投入を考えてウルグアイから呼び寄せたんだが、どうする、日本代表の一員としてこいつらと共に戦う気はあるのか。結果はもう出ている。そして今日はその答えはさらにはっきりした。俺はヒューガ小次郎とツートップを組む気はない。見かけは日本人でも俺を育って、俺のサッカーの源となっているのはウルグアイだ。だから俺はウルグアイに戻り、ウルグアイ代表としてU19世界大会トーナメントに出場する。そうか、どっちが優れたストライカーなのかは次のトーナメントで勝負だ。望むところだ。はじめはすごい火花を散らしていた2人だったけど、なんだかんだ言っても結局似た者同士だったのかもしれないな。自分も火花を散らすようなライバルが現れるような選手になるぞ。オッケー、モチベ上がんのでけ。コンコン、誰だろう、どうぞ。はじめましてなんだな。あの、どなたですか。見たところ選手ではないようですが、本当は選手としてここに入りたかったんだけど違うんだな。ますますわからないぞ。俺の名前は井出保つかな。なんだな、今引っ越して秋田に実家があるんだけど、ここにいる青井慎吾とは中学時代コンビ。そうだったんですか、あの青井さんとコンビを。すごいです、選手に見えないんだなんて失礼なこと言ってすみませんでした。コンビを組んでいたのは練習の時に。なんだな、俺はずっと補欠だったから。ところで、はじめましてとさっき言いましたよね。そうなんだな、俺井出保つ。いいデータ持つという名前の通り情報収集が得意だから、
ここの監督さんにお願いして置いてもらえることになったんだな。情報画面の項目に試合の前に相手チームの情報を見ることのできる海外チーム外国チーム情報と君の実力や、認知具合のわかるファンメールの数を君に教えるんだな。実力をつけて活躍すればその数がきっと増えるから、たまに俺に聞くといいんだな。じゃあこれで失礼するんだな。いいバタ井出さんか。少し変わった人だったけど敵のことや自分のことがわかるのはありがたいや。ピコイチみたいなね。調べることのできる情報の項目が増えて、今日も暑かった。ジハードの練習だった。のんびり風呂にも入ろうかな。おい、あ、石崎さんちょうどいいや。一緒にお風呂でもどうです。お前のんきだな。風呂もいいけど明日の準備はちゃんとできてるのか。明日の準備ですか。明日って何かありましたっけ。忘れたのか。俺たちは明日ここ日本を立ってアジア第二次予選の開催地インドネシアのジャカルタという都市へ移動するだろう。あ、そうだった。前のミーティングでそういう知らせがあったっけ。いや抜けてんな。早く部屋に戻って準備しなくては。もしやと思って声をかけてみたけどやっぱり忘れていたのかよ。声をかけといてよかったぜ。自分のユニフォームやスパイク忘れんなよ。よし、これで準備できたぞ。今夜は早めに寝よう。さあ、7月第4週日本代表ジャカルタへ。おう、ここが第二次予選中に滞在するホテルの自分の部屋か。あの宿舎の部屋よりデラックスだ。おい、荷物置いたらすぐグラウンドで集合するんだ。早く来い。あ、はい。みんな集まったな。日本を離れアジア第二次予選開催地、ここインドネシアジャカルタまで長旅ご苦労。練習は通常通り行うぞ。場所は今ここにいるこのグラウンドだ。分かった。これと一つ俺からお前らに言っておくぞ。我が船の名も船の名はリアルジャパン。船リアルジャパン。この二次予選からが真の日本代表チームの船出だ。なるほど。みんな元気でやってるかい。え、つばさ、ミーティング中にいつも美味しいところで登場するやつだぜ。ロベルト本郷を率いるブラジルを破るには今から自分自身を鍛えるしかないと思ってね。それでギリギリまで特訓していて今到着したってわけかよ。みんな聞いてくれ、ヒューガ君や美咲君、そしてこれだけの日本最強のメンバーが揃ったんだ。日本は二次予選を勝ち抜いてアンダーナインティーン世界大会本戦に行こう。もちろんだぜ。翼さんはなんて人だ。これからアジア二次予選が日本がまだ一度も突破したことのない戦いが始まるところだっていうの。翼さんはもっと先のアンダーナインティーン世界大会での対ブラジル戦のことを考えているなんて。どこまでもスケールの大きな人だ。オッケー、監督がみんなを呼んでるぞ。試合の前に今回のスタメンを発表する。ウズベキスタン戦、その次の UAE 戦ともに復帰したメンバーが主力でいくぞ。したがってダラ、今回お前のスタメン入りは考えていない。くぅ、そういうもんなのかな。さあ、8月1週アジア第2次予選予選リーグ、日本 VS ウズベキスタン、8対1日本勝利、強っ。さあ第二次予選 UAE6-0、 強いね。今回はウズベキスタン戦、そして UAE 戦ともによく勝ち抜いてくれたな。来週はサウジ、出た、サウジアラビアとの試合があるぞ。俺は思ったんだ。まずウズベキスタン戦でみんなの活躍を見て俺は確信したよ。このメンバーならいける。おね、翼、もう一人の功労者を忘れてねえか。俺だって両腕の不調にもめげずにパンチングだけで日本ゴールドを守り抜いたんだぜ。それはどうかと思うぜ。俺がお前のために余計な負担をかけまいと攻めに徹したからだと思うぜ。翼、僕だって今回の勝利の功労者だよ。そりゃ若林さんほどの威圧感はないかもしれないけど。確かにそうだな。待て待て、確かにって森崎だぞ。僕は一体どっちの意味だと思っていいのかな。とにかくみんな頼れる仲間たちだぜ。
俺の両腕が感知したらたまには俺にも仕事させてくれよな。な、聞いてるか、ダラ。はい、僕が抜かれた時は、いえ、ありえません。日本ゴール付近に敵のボールが来るなんてことは自分がいる限りありえません。おっと、こいつが一番頼りになりそうだな。よし、思えばこうして雲の上のような人たちとやっと話ができるようになれたんだな。よし、あ、監督がみんなを呼んでいるぞ。サウジアラビアとの試合の前に今回のスタメンを発表するぞ。ダラカ、お前の今の状況では。よし、スターティングメンバーでいけ。決まったな、これでいくぞ。さあ、ジャパン VS サウジアラビア、来たね。まさかドイツを破った日本とアルゼンチンを破ったサウジがこのアジア第二予選で戦うことになるとは。さあ、大空翼率いる日本、君たちの得意とする攻撃中心の試合運びは僕たちには通用しないぞ。おわいら、どっちが優れたリベロかはこの試合で証明してみせる。ほう、さあ行こう、頑張ってこい。よし、やべえ、セーブしとけばよかった。また最初からとかは勘弁だぞ。相変わらずの超満員。若林を、パンチングね、若林は。そして攻撃力の日本との注目の一戦が始まろうとしています。ちょっとヒューガとかで決めといた方がいいね、点を。いよいよ試合開始です。よし、お、ゴールデンコンビあるじゃん。パス。いや、ヒューが一旦松山に下げるか。ここは一旦パスよ。さあ、松山でガンガン持っていくところ、尾藤からの三崎。さあ、ディフェンスが硬いという話よ。グリーンカットパス。ヒューガ、なんだ、グあ、カット入れてるってことね。ヒュッヒュッって入ってるってことか。ヒューガいけ、独占的ドリブル。あいついるな。いいぞ、タイガーショット。この距離のタイガーショット決めてほしいけどな。ガオン、いやマジで、いやいやいや、エリア内タイガーショット止めるんかい。ライディング、ナイス、翼出た。なんだって、なんだって、これがアリ地獄か、きつきつ、アリ地獄マジで。よし、運べ運べ、だら見た、いいんじゃない。
行けみんな。うわちょっと待って。よし今だ、作戦通りみんな動け。オフサイドトラップ、サウジアラビアオフサイドトラップ。マジで、サウジのフリーキックです。今大きく蹴られました。いやオフサイドトラップか。これは大きな貢献です。あとサウジはここでバルカン選手を投入。おーなんだ、手元の資料によりますとこの選手は身長2m10cm、 やべやべ、120kg。 まさに力士かレスラー並みの体格を誇る選手です。こんなやついたっけ。魔人バルカン、魔人バルカン、こんなやついた。取ってくれ。ここはパスだ、これはうまい、いい判断。よしこれはうまい、てくれた。オッケー、ボールが渡った。ちなみに前半時間はまだあるね。いけ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 。おゴールデンコンビ、2人を誰も止められない。いけ、これがゴールデンコンビ、置き去りにしていく。ここグリーンカットパス思いっきりオフサイドっぽいけど、グリーンカットパス、これは急角度のグリーンカットパスだ。いいパスです、いいぞ、綺麗に通りました。翼さん1点取っとこう。飛び込んだ。いやマジで、今大きく蹴られました。もったいね、今のシュート押せね、押せなかったんだよな。いや前半に行ってほしいね。時間がねえからな。グリーンカットパス、ヒューガー、これもエリア外から打つしかねえな。グリーンカットパスからのタイガーショット、雷獣シュート打てないのかな。キューガ選手シュート、キューガ選手の強烈なシュートだ、頼む。よしナイス、ナイスヒューガ、入った。オーケー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 、キューガ選手のタイガーショット、よしよしよし、ふぅ試合再開です。こいつフォワードなのディフェンスかと思った。まあ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 、前半戦終了。オッケー、1点取れただけでも前半の流れを制しました。守りを統率するオワイラの実力は相当なものだ。後半サウジの定評のある守りに加えて攻撃主体で来られると厳しい戦いになるぞ。それはまさにアルゼンチン戦じゃないか。1-0 からの、あ、よし試合再開だ、後半も頼んだぞ。さあ後半開始です。後半戦を守りきれるのか日本。よしもう一点欲しいところである。うん、パスか。ここはパスだ。カットしろ。ボールを捉えた。さあこのでかいやつ、ミサキスライディング、これをカットに行った。取ってくれ。あー、惜しい。うーん、マジか、やばい。シュート持ってるか。バルカン選手強烈シュートだ。うおっ、いや若林止めてくれ。いやめっちゃ減るんだけど、止めろ。ナイス若林、若林選手追いつきました。日本ボールです。マジでナイス。これ多分、あ、雷獣シュートあるね。ちょドリブル突破でいこう。ボールを持ったままドリブル抜いて、よしいいぞヒューガ。あー出たずりー、これこれで自陣のとこまで下げられちまうという。これがアリ地獄か。
さ、松山出た、パワーシュート。こいつまだスタミナ残ってんのか。くー、若林止めてくれ。パンチング、いやめっちゃ削られんだよな。よし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 、ナイスナイス。ただ後手後手ではある。ちょっとゴールデンコンビ入れて、ナイスナイス。これ確定抜きなのかな。お、サウジアラビアユース、あれは翼くんのアクセル全開、全力でゴールを奪いに行く時の目だ。おー、なんだ。翼選手の前には砂漠の王子オワイラン選手が立ち、オワイラン、この後に及んでパスなどで逃げたりはしないだろうな。大空翼、翼選手ボールを持ったまま、めっちゃ挑発してくるやん。おお、華麗に抜いた、これが噂のサンターナターン、サンターナターンだ。大空翼、この技はすでに研究済みだ。何、オワイラン選手見事にボールを奪い取りました。サンターナターンが、あとナイスフォロー、美咲選手、いやすげえな。オワイラン選手の抜き去った、何、熱い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 。いや、これグリーンカットバス翼、こんなイベント挿入されるのか。よし、美咲のグリーンカットパスから、いけ翼、さっき外したからな。フライングドライブシュート、決めろ。いや止めるんかいマジで。いや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 、エリア内フライングドライブ入らねえのかい。やべえ、若林のスタミナがないかもしんねえ。マジか、やべえ、スタミナがね、これ入るか。くっそ、やろう。これどうてもまずいのかな。試合再開です。まずいぞ。ヒューガ行け、ヒューガまだスタミナあるだろう。ドリブル突破、よしよしよし。直線的ドリブル、いやもう使うしかないこれは。ナイスナイスナイス、ヒューガナイス、雷獣シュート頼む。いけヒューガ、雷獣、これが雷獣、これが俺の雷獣シュートだ。渾身のシュート、日本得点なるか。いけ、何、バルカン、シュートコースに駆け込んだバルカン選手もらともゴールに押し込んだ、決まった。いやあぶねえ、キューが小次郎の雷獣、あぶねえあぶねえ、なんと止めに来るとはな。よし、ナイスヒューガ。サウジアラビアボールを蹴って試合再開です。いやもう若林のスタミナだら、止めろ、あいつも、あいつもスタミナがねえはず。くそ、マジで打てんのかい。くそ、あ、でも回復してる。よしよしよし。よし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 。あぶね。よし。いや、オフサイドトラップこれ決まらんよね。いや、マジで。やべえ。いや、もう一回ぐらいは止められるはず、若林。
こいつのスタミナどうなってんだよ。コンピューターのスタミナ。オッケー、パンチング。次が決まるって感じだね。オッケー、オッケー、オッケー。いや、マジで。よし。めっちゃ、めっちゃやばいところで。危ねえ。くぅ。いや、死闘だったな。さすがサウジ。アジアを引っ張る2チームだね。あぶねえ。あ、支配率こっちの方が多いんだ。負けたの悔しいが、今日ほど充実感が残る試合は初めてだ。そんな試合をしてくれた翼、彼に我が一族に伝わるこのターバンを受け取ってもらおう。ターバンくれるの？お、ちょっと待って、最後に連絡だ。次は中国との試合があるぞ。サウジアラビアは手強い相手だった。アリ地獄ディフェンスには初めは手の打ちようがないんじゃないかと焦りました。そうだね、さらにキャプテンオワイランのパスカットにもうみんな手を焼いたが、なんとか切り抜けた。まあ俺と見過ぎがフィールドにいる限り、どんな奴が攻めてこようがビクともしねえぜ。危なかったけどな。俺もあの鴨監督の特訓の賜物だね。あの時僕らがあそこまで監督に厳しいことを言われなかったら、今頃日本代表は監督に退去を命じられて、合宿から主力7人が去った間、みんなを牽引してきた松山や誰一人脱落しなかったみんなもよく頑張ったよ。その中でも一番頑張ったのはダラン、お前かもな。え、自分をそのがむしゃらにやっただけです。ただ訳も分からずにがむしゃらにやっていただけです。だってお前がこの2月に合宿入りした頃は、なんで日本代表に入れたのか不思議なくらいひどかったからな。そういう意味では俺たちに一気に追いついたお前は大したもんだぜ。まったく末恐ろしいやつだよ。でも忘れてはいけないことがある。これは俺たちの戦いはまだ始まったばかりということだ。振り返って苦労をねぎらい合うのは俺たちが世界の頂点をつかんでからにしよう。翼くんの言う通りだ。来週は中国との対戦も控えている。今は前に進むことに集中しようじゃないか。よっしゃ。さあ、ということで今回はここら辺までにしましょう。いや、ダラね、鍛えているんですが、たけしとの約束をすっぽかし、ちょっとね、石崎との約束はなんとかこぎつけたんですが、まあ一応リアルジャパン7からいろいろ戻ってきた選手がいる中、なんとかスタメンに恥じりついているダラ。サウジアラビアとの激闘を制し、次回は中国戦ということで、本日はここまでにしましょう。漫画原作ゲームだったり、デッドバイデイライト関連、そしてね、ポケモンなんかもやっていますのでね、他の動画でもダラダラしていってね。ということで、ありがとうございました。頑張れ日本、ワールドカップ頑張ってね。ということで、バイバーイ。